はい、皆さん、こんにちは。下田武史でございます。今回何やるかというと、今回これやりましょう。アトムキセチン塩酸塩これについて確認していきます。まあ、主なね、商品名としてはストラテラというものがあるんですが、このストラテラ、どんな特徴あるのかってことを今回動画にまとめましたんで、皆さん、良ければ、この後、ストラテラ、アトムキセチン塩酸塩の内容をお話ししていきますんで、適切に使用するにあたっての参考にしてもらったらいいかなというふうに思います。じゃあ、今回ね、アトムキセチン塩酸塩見ていきますけども、詳細についてはこの後、しっかり確認していってください。 はい。じゃあですね、まず構造から見ていきますけど、構造ですね、まあ、このような構造をしております。まあ、特にですね、この構造がこうだよ、みたいなとこはないので、まあ、こんな構造してるんだな、ぐらい知っといてもらうといいかなと思います。じゃあ次、薬効分類見ていきますが、薬効分類ですね、このようになってますね。注意、血管、多動性障害治療剤というふうになっているということです。まあ、ADHD ですね。これを治療していくお薬と、 なってるんですよ。ということです。で、作用としてはこんな作用を持ってますね。選択的ノルアドレナリン再取り込み阻害作用を持ってるんで、まあ、分類としては選択的ノルアドレナリン再取り込み阻害剤というものに分類されてるんだなってこと、このことを知っておいてもらうといいかなと思います。まあ、これが薬効分類ということになります。じゃ、この後ですね。薬効薬理作用基準見ていきますね。皆さん、次の内容で薬効薬理作用基準これを確認していってください。 はい。じゃあ続きやりましょう。続きは何かというと、続きは薬効薬理作用記事を見ていきますが、まずね、作用としてはこんな作用になってますね。選択的に、ノルアドレナリントランスポーターに結合し、ノルアドレナリン再取り込みを阻害することにより、シナップス感激中のノルアドレナリン濃度を上昇させる。それによって、神経系の機能を更新するとされているということです。 ま、ADHD の患者さんというのはですね、ノルアドレナリン。これがね、ちょっと作用弱まってると言われてるんですね。ノルアドレナリンの作用は弱まってると言われてる。なのでどうかというと、このノルアドレナリンの濃度を上昇させることによって、ADHD を改善できるんじゃないかということで、このノルアドレナリン再取り込み阻害薬。これが ADHD の治療に使われているということになります。じゃあ、これだけの作用なのかというと、こんな作用もある。また、前頭前野のドーパミン濃度を優位に上昇させることによって、実行機能を活性化させるというですね、そんな 作用があるよとされておりますでこの実行機能なんですがどうかというとこの実行機能というのは目的にかなった思考や行動を組み立て表現する機能とされていて、まあ、このね機能を活性化させる作用もあるよというふうに言われております。ただですね なおの部分にこんなものもありますね。即座核における細胞外ドーパミン濃度には影響を与えないとされている。そのことからどうかというと、薬物依存を起こしにくいとされてるんですよとなってる。ということで、まあ、このね、即座核におけるドーパミン濃度には影響を与えない。これがですね、何と違うかというと、これが ADHD 治療薬として、コンサータというもの、これ使われてるんですね。メチルフェインでートっていうもの使われてるんですが、これと大きな違いになります。 メチルフィンデートというのは、即座核における細胞外ドーパミン濃度を高めてしまう。それによってどうかというと、薬物依存を起こす。薬物乱用を起こすということで問題になってるんですが、このストラテラは、即座核におけるドーパミン濃度に影響を与えないんで、薬物依存を起こしにくい。薬物乱用を起こしにくいとされているということ。このことを知っておいてください。 はい。これが薬効薬理作用基準ということになります。で、まあ薬効薬理作用基準はこのようになってるんですが、まあ副作用とかですね、使用するにあたっての注意事項、これを把握するにあたって、ノルアドレナリンを上昇させるということ、これはね、一応知っておいてください。 このノルアドレナリン上昇させることによって、心血管系に対する影響とかね、現れたりすることありますんで、まあこのノルアドレナリン上昇というのは副作用に関与していったりとか、使用するにあたって注意していかなきゃいけないところに関与してますんで、皆さんこのことは知っておくといいかなというふうに思います。ということで、主な作用はノルアドレナリンの濃度を上昇させることというふうになるんですが、まあプラスアルファとして前炎、前頭電野のドーパミン濃度を上昇させる。それによって実行機能を活性化させるってこと。で、あとは、まあプラスアルファですね。 即座核における細胞外ドーパミン濃度に影響を与えないということから、コンサータのような薬物異存は起こしにくいということでね。まあ、このことをね、知っておくといいかなと思います。ということで、これが何かというと、これが薬効薬理作用基準に該当しております。はい、じゃあ次は何見ていくかというと、次は適応症ですね。まあ、適応症はいいかなと思います。薬効分類のところで見たんでいいと思いますが、注意、血管、多動性障害、AD、HD になっていますね。これは適応症ということになります。 では次ですね、近畿項目、使えない人、これ確認していきますが、使えない人としては、まず過敏症のある患者さんに使うことできませんよということですね。あとはどうかというと、マオ阻害剤ですね。モノアミン酸化酵素阻害剤。まあこれをですね、投与中、もしくは投与中止後2週間以内の患者さんは使うことできないということですね。まあこのね、魔王阻害剤。これ何するかというと、これモノアミンのですね、 分解を抑制していきます。なのでどうかというと、モノアミンであるノルアドレナリン、これの濃度が増えたりとか、ドーパミンの濃度、これが増えたりとかすることがあるんで、この魔王阻外剤、これと一緒に使うことによって、モノアミン、 自体の濃度が増えるということから、まあ一緒に使うことができない。もしくは、投与中止後2週間以内の患者さんには使うことができないとされてますので、まあそのことを知っておくといいかなというふうに思います。今、麻、まあお阻害剤としてはセレギリンとかですね、ラサギリンと呼ばれるものが使われてます。まあこれはパーキンソン病の治療に使われてるんで、まあ、パーキンソン病治療でセレギリンとかラサギリン使われている人がいる場合は、このストラテラ、アトムキセチンというのは一緒に使うことができないよと。 もしくは最近まで使ってた人は一緒に使うことができないよとされてますんで、そのことを知っておいてください。 で、次はどうかというと、次は、重篤な心血管障害のある患者というふうになっていますが、まあ、これはいいですね。ノルアドレナリン濃度が増えますんで、それによって心血管系に影響を与えます。まあ、ノルアドレナリンというのはアルファ1状態刺激作用が強いんで、血管収縮作用が強い。あとはベータ1状態刺激作用がありますんで、心機能を高める。ということで、重篤な心血管障害のある患者さんには使うことができない。血圧心拍数を上昇させるということで、一緒に使えないんですよ。ということを、このことを知っておいてください。 で、あとはどうかというと、褐色性細胞腫もしくはその器用のある患者さん、まあこういった人に使うことはできません。急激な血圧上昇及び心拍数の増加の報告があるということで使うことできないとされております。で、次は、閉塞偶核緑内障の患者さんですね。使うことできないということですね。このアトムキセチに使うことによって賛同が起こるということですね。で、この賛同というのが、 偶角を狭くするというですね、そういうことを起こすんですね。なので、賛同することがあるので、それによって偶格が狭くなる。で、偶格狭くなることによって、閉塞偶格緑内症の患者さんの病態が悪化するということで、閉塞偶格緑内症の患者さんに使うことできないとされてますので、まあ、そのことを知っておくといいかなと思います。ということで、近畿項目に関しては、マオ阻害剤ですね。モノアミン酸化酵素外剤、これと一緒に使うことできない。もしくは最近まで、マオ阻害剤使ってた人は、アトムキセチンを使うことができないということですね。あとは 神経関係に障害のある人あとは閉塞偶学緑内障の患者さんこういった人に使うことできないんだということになってますんでそのことしっかり把握しておきましょう。ということでこれが何かというとこれが近畿項目ということになります。 はい。じゃあですね、次は体内動態見ていきますが、体内動態としてまずですね、代謝経路、これ知っておきましょう。シップ2 d 6で代謝されるんですよというふうになってます。まあ、このことからシップ2 d 6代謝阻害剤とかと相互作用あるんだなとされているということを知っておきましょう。まあ、c 2 d 6阻害剤としてはパロキセチンとか有名なので、まあ、パロキセチンとかなんかと相互作用を起こすんだなっていうことを知っておいてください。で、半期はたい4時間ぐらいと言われてますんで、まあ、そのことを知っておきましょう。これがね、体内動態ということになります。 じゃあ次は相互作用を見ていきますが、まあ、相互作用ですね、これを主に2つに分けております。 薬理学的相互作用ですね。あとは薬物動体学的相互作用これに分けてるんですが、まあ、薬理学的相互作用としては、まずですね、魔王阻害剤。まあこれと併用を禁忌とされているということですね。まあ魔王阻害薬と併用することによって、脳内モノアミン濃度が上昇するということで、一緒に使うことができないんですよということですね。セレギリン、ダサギリン、メシル酸塩。こういったものと一緒に使うことができないということです。まあ商品名で言うと FP ですね。あとはどうかというと、あとはアジレクト。これと一緒に使うことができないとはされております。 で、次はね、ベータ状態刺激薬ですね。まあこれとですね、一緒に使うことによって、心血管系の作用が強く現れることがあるということで、まあ一緒に使うことは望ましくない。まあ注意していかなきゃいけないということですね。まあ近畿ではありません。注意していかなきゃいけないということです。あとは血圧を上昇させるものですね。まあ血圧を上昇させる恐れがある。まあノルアドレナリアに増えることによってアルファ1状態刺激される。それで血管収縮するということで、昇圧作用を有する薬剤なんかと併用するときは注意していかなきゃいけないよということになります。 あとは、ノルアドレナリンに影響を及ぼす薬剤ですね。三貫系抗うつ薬とかメチルフェニデート。こういったものと使う場合に注意していかなきゃいけないということですね。細胞外ノルアドレナリン濃度が上昇することによって、相加作用、相乗作用が現れることがあるということで注意していかなきゃいけないんですよということですね。これが薬力学的相互作用ということになります。薬理作用が被ることによって起こってくる相互作用。こういったものになってるんだよということです。 で、次はね、薬物動体学的これ見ていきますが、まあこの動体学的総合作用としてはですね、CIP2D6 阻害剤、まあこれと使うことによって、本来の血中濃度が上昇することがあるということで、まあパロキセチン塩酸塩水薬物ですね、パロキセチン塩酸塩水薬物、これらと併用することは良くないよとされておりますんで、そのことを知っておきましょう。ということで、 これが何かというと、これが薬物動態学的、相互作用についてのお話ということになります。ということで、まあ、相互作用としては薬理学的、薬物動態学的、大まかに知っておいてください。で、併用禁忌薬ありますんで、一緒に使うことできないお薬ありますから、注意をしておかなきゃいけないよということになりますんで、そのこと把握しておいてください。じゃあ、この後ね、副作用を見ていきますの、ね、で、皆さん、この後の内容で副作用どうなのかなってことを、これを確認するようにしましょう。 はい。じゃあね、次は副作用を見ていきますが、まず副作用としてはね、これを挙げてます。主な副作用ですね、挙げてるんですが、主な副作用として何があるのかというと、主な副作用としては、頭痛、食欲、現代、腹痛、おしん。まあ、こういったものがあるよとされてます。で、結構な頻度で現れるみたいなんで、まあ、ここはですね、確認して投与していかなきゃいけない。頭痛ないですか食欲減ってませんか腹痛、気持ち悪くなるそういったことないですかってことでね、まあ、こんなことを確認しながら、投与していく必要あるんですよ、ということになります。 で、まあ、重大な副作用としては、肝機能不全、アナフィラキシーなんかがあるんですが、まあ、こんなものね、重大な副作用が上がっているということを知っておいてください。ま、肝機能不全なんかありますんで、ま、肝機能悪くなってないかですね。まあ、こんなものも注意しながら、投与していかなきゃいけないよとされておりますね。ということで、これが副作用についてのお話ということになります。じゃあ次何見ていくかというと、次はこれ見ましょう。類似薬との比較です。で、まあ、類似薬との比較として、コンサートはこれ上げてますね。まあ、このコンサートも ADHD の治療に 使われますんで、一応コンサータこれ上げてるんですが、まあこのコンサータと何が違うかというと、まあコンサータの違いとしては、速度角のドーパミン濃度に影響を与えないというね、まあこれに差があります。そのことから薬物乱用を起こしにくいよというふうになってますんで、そのことを知っておきましょう。薬物異動、薬物乱用なんかを起こしにくいですね。まあそれが特徴ということになります。これは類似薬との比較ということですね。 だあとはね、使っていく上でね、知っといた方がいいよね、ということで補足ね、ちょこちょこちょこっと上げてますんで、まあこの補足見といてもらったらいいかなと思うんですけど、まあ、補足としてはまず一つ目、眠気、めまい等が認められることがあるので、自動車の運転等に気をつける必要があるよとされているということ。 で、次はこうですね。神経器関係の影響を観察するため、定期的に血圧、心拍数を測定する必要があるということですね。まあ、ノラアドレナリンの濃度が増える、アルファ1状態ですね。これが刺激される。それによって血圧上がることあるんで、定期的に血圧確認していかなきゃいけない。あとはベータ1状態刺激される。それによって心拍数上がることありますんで、定期的に心拍数なんかも確認していかなきゃいけないんですよ。というふうにされております。 で、次、こうですね。十分な効果が発現するまでにちょっと時間かかると、6から8週間ぐらい必要とされているんだということです。で、次、4つ目。小児ににおいて投与初期に体重増加の抑制、成長 支援ですね。これが報告されているということで、体重が増加しにくい。成長がちょっとね、遅くなるってね。まあ、こんな風な報告があります。なので、成長が思わしくないときは、減量または中断等を考慮する必要があるよということで、まあ、承認投与するときは体重の変化とかですね。あとは成長ですね。これどうなのかなってことを確認しておく必要がある。そしてその成長が思わしくないときは、減量または中断等を考えていかなきゃいけないよという風にされているということです。 で、あとね、カプセル剤というのがあるんですが、このカプセル剤ですね、脱カプすると、眼球刺激作用のあるもの、これが出てくるんで、どうかというと、カプセル剤は眼球刺激性があるんで、 脱カプセルしないようにというね、そんな注意事項ありますんで、まあ、そのことを知っておくといいかなというふうに思います。ということで、これが補足事項です。まあ、使っていくにあたってこの補足事項を知っていた方がいいよね、ってことでね、ダラダラダラと補足事項を挙げさせてもらいました。ってことで、ここまででアトムキセチン、これについて確認していったんですが、まあ、アトムキセチンどういうお薬なんですかってこと、これをね、この動画でしっかり把握してもらって、まあ、適切に使えるようになってください。どんな作用があるのか、その作用でどんな副作用が出るのか、そして使うにあたってどんなことを気をつけなきゃいけないのかってこと、そのことを知っておいてもらうといいかなという。 いう,ふうに思いますということで、これがアトムキセチンストラテラの紹介ということになります。それではまた。